感覚でやるもんじゃ、あ、重り1個発見いや、重り1個発見はいいんだけど、結構根っこのところから間違ってますね。で、ここを受けさせて、よ、ここ流してあげて、ここが流れ、今ね、ここに流れるように今考えてるんですけど、ってことはここから水が出てこなきゃいけないから、ここに水を流す。で、ここに水を流すためには、中の水路をこうしてあげなきゃいけなくって、で、こっち通って、今ここに水が流れてれば OK っていう考え方ですね。ってことは、これ流せるか、こっち左手に。そこに流してあげたら OK。で、こっちに流してあげたら OK。あ!多分いけてるはず。で、流れて、今パイプ流れて、こっち水が満たされて、流れて、流れ、ほら!来た!流れて、流れて流れて、こんなに人生であんまり流れてって何回も言うことないな。ほら、水が満たされた。でも、これ、思うに、あっち側もですよね。マジで一個じゃ足らないんだ。だから重りもう一個見つかったってことか。ちょっと待ってよ、ここさ、なんか詰まってない?こっから水が出てないんだけど。これ、ぐいぐいして、どうにかできないの?なんかあったじゃん。ぐいぐい、石やるやつ。あれ?と思ったら。足りてるか?ちょっと待って、これ足りてる。よっと。足りてないかと思ったけど。足りてそうだ。だってこれ、上がれるよね。あ、いけたいけた。なんだこれ。うわ、やべ。また、ふらつく、かけら取っちゃった。生き量たちが見えるパターンのやつ。ん?あれ、過去の記憶じゃないぞ、これ、あそこだ。死を司ってる場所に戻ってきた。なぜ?なぜだい?メアリー。触ってみる?あ、これ一個なんか見つけたよってこと?おや?なんか時計らしきものが回ってる。なんだ一個開いたもしかして。また欠片が手に入ったのか。よっ。砂時計の、マークだ。なるほど。だから戻ってきたってこと?これさ、ここからまた戻れる?あの、ワープ、OK です。こっち準備。スイッチ、オンって感じで。やべ、徒歩で戻るのか。待てよ。ここ一回岩石ドンやられてるからな。ん?そうだ、あれだ。岩ドンやられてるから。焦るな。走ってはいるが、気持ちは用意しておけ。じゃないと、やられる。まあ、何も起きなかったら起きなかったで、っていう話ではある。はい、ムキス。そういえばあの左手にある方は何のマークだったかな?この若葉的なマークじゃなかったかな?あ、ほらほらほら。これ、開くわ。これ。はい、どんぞ。開いてください。よし、いいぞ。ゲームも安定してきた、動作が。全く落ちたりしない。っていうか、そういうことはあんまなかったんだけどな、このゲーム。ん?あれれ?なんだ?何その、マップのマーク。そこに繋がってるんですよーっていう意味?はいはいはい、ステンドグラスのところにね。あれ?もしかして、いらっしゃいます?いや、いないな。で、砂時計のマークはここで使えるみたいなんで、あの、世界樹的な木の
麓に行ってみるか。え、水路のところはもうあれでいいの？なんか他にもなんかいろいろあったし、おもり1個持ってきてんだけど。タラララララララってサスペンスな音も流れてるし、どうしちゃったのこれ。周りに何も見えないんだけどな。あそこか？いや、なんかマップ的に、あれ？あそこか？いや、ここ開いたとこだもんな。おかしい。このマークがあってもいいはずなのに、どっかに。せっかく手に入れたんだから使いたいってのもある。うわあ、水にジュボって使って骸骨になってる。まああんまり骸骨へのコメントもなくなってきたな、バリエーションが。いやいやいや、ないぞ。おーおーおー、運んでるね。いろんなもん運んでる。果物とオレンジの鉱石と、まあ石とみたいな、生活に必要なものを取ってきたぞみたいな。いや、それはいいんだけどさ、砂時計のマークあってもいいよ。ですね、このマークの付近を頑張って探索したんですけれども、どうしてもね、これを使いそうな場所がなかったので、ちょっと他の場所に戻ってきたところで気づいたことがあったので、ちょっとそれを紹介しようかなと思います。このレバーのなかったとこなんですけど、ここね、はしごがあって、これ登れそうなんで登ります。ただそれだけなんですけど。これ上からでも行けんのかな。あ、あっちにも、いや、これは、あ、宝箱だ。あ、あ、レバー、地面に落ちてるようなもんだなこれ。しかしそれに気づかなかったのが悪いか。よっ、掴んだ今はしご。あ、いい感じ。ってことは向こう側に行けそうですね。あっさりレバー見つかったというか、なぜこのはしごを見逃してしまったのか。まあいいでしょう。そこは自分に甘めでいきましょう。あ、帰ってきた帰ってきた。帰ってきたっていう表現はおかしいけど、こっちにリフトが寄ってきますね。それを使って向こうの方に、でマップで言うと、この場所ですね。今この場所を渡ろうとしてるはずです、おそらくですけど。よっ、でどうしたらいいのかな。あれ、これどうしたらいいんだ。あ、あれか、あの方式か、こうか。よっ、あれ、いいよ行っても、こうか。出発。ちょっと勢い余って水の中に入りそうっていう不安は少しだけありました。でも大丈夫です。よっ、ちょっと危ないこともしちゃったりして。おう、あ、あれはかけらっぽいぞ。見るからに、あからさまにかけらっぽい。なのでいただいておきます。はい、あと何枚だったっけ。は、8枚だったっけ。だからあと6枚ぐらい集まればあれが完成しそうな感じではありますね。あ、なんかセーブされた。お、なんだなんだ、ジャバ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 。お湯加減はいかがですか。おいしいおいしい、これ飲める温泉。そしてみんな死んだ。え、どういうこと。ジャバ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 ってしてるとこ分からないけど、なんか身を清めてんのかな。そしてこれを飲む風習があって、うん、こういうツアーみたいな。いや、でもこれお葬式だよな多分。うん、でもなんかみんな並んでここに乗ったみたいな感じの絵だけど、はて、食べておこう。どういうことかな、何を表してるかちょっとわからなかったけれども。あ、なるほど、これ乗ることができる。つまりこの船のマーク、こうやってここまで行けそうな感じがありますね。はいはいはい、わかりました。じゃあちょっと乗る前に少しだけ周りを点検させていただいてよろしいでしょうか。なぜそんな口調なのかはちょっとわからないですけれども、なんていうかメリハリってやつです、言葉のね。適当なこと言ってるけど、あー、
こっちは流されちゃうだけっぽいな。で、あの上の部分は？ここも特に何かあるってわけじゃないし、なんか下手したらハマってしまいそうだ。あのボートに乗るんだ。それが今一番気になるところ。はい、乗ります。ん？どうやって出発するんだ？あ、普通の移動のキーで動かせますね。コントロール…あ、なるほど。頭下げろってこと？枝が危ない。頭下げて。そういうことか。これ途中下車できんのかな？いや、途中下車できる感じではないから、今何か押してもボートから離れようとしないんで、ちょっと普通に下ってみます。なんか僕いろんなゲームでよく川下りしてますよねあー、あれもあったこれもあったなーってなんとなく思い出していただけますかね。ここが危なそうだ。頭下げて。いて、いや、ほら、え、ちょっと待って、すぐ復帰できた。頭打っちゃって、あ、もうこれ終わりだと思ったらすぐパッてボートに。おお、洞窟、綺麗な洞窟だ。あ、これはなんかここで、あ、スペースで降りられるのか。なるほど、結構いろんなキーを押したつもりだったけど、なぜかジャンプという、ジャンプするスペースキーを押さずに過ごしてしまった。え？何？なんだ？なんかカウントが出た。下に。これ今、首のない人かと思ったんですよね。首のない人がここに埋まってるのかなと思って。上映会か。ちょっと待ってね。これ火は灯しておこうかな。上映会はいいんですけど。上映会は大好きなんで、いいんですよ。じゃあ、しますか。よっ、ザク。あ、うちの子がちょっと調子悪くて、見てもらえませんか先生。あ、どうもこんにちは。ちょっと元気なんだけどね。でも学校休みたいから。あ、飲め、とりあえず飲め。ほら、あ、まあそんなに味は悪くな、ダメだ、すげえまずい。だから仮病だって言ったじゃん。仮病なのに、やばい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 、えらいことになった。子供が、あれ、なんか大変そうだな。ん？やばい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 、仮病だった、見抜けなかったと思ったら、なんか災いがちょっと降り注ぎつつある。あ、なるほど、その先生のとこに。どうしたんじゃね。実はあの液体飲ましたらこの子仮病で。何？仮病内飲ましちゃったの？それは良くないな。私が預かりましょう。ああ、ほんとごめん、手間かけちゃって。ああ、嘘、そんな棺桶ダイレクトばっかな、手を尽くしてもうちょっと。棺桶ダイレクト、なるほど、誰かの娘さんを。てか、あの娘さんって一回元気になっちゃうぐさをドクロマークの人に見せて、ダメだこんなもんポイってさせた子ですよね。ってことはドクロマークの娘さんだったっていう可能性もちょっとはあるような気がするけど、ん？どうでしょうね、そのあたりは。まあいろいろ考えられるような気もしますけど。いや、だからあの娘さんの体には合ってないってことがドクロマークの人は分かってて、絶対食べちゃダメだからなっていうことでポイってさせたのかもしれないですね。で、それを太陽マークの人は知らなくって。はい、あれ、何か転がってる。オレンジ色の鉱石の元かな。あれ、階段があるな。おや、若干呪われてないかな、ここは。悪い空気が流れている。うっ、けおけおけお。でも目的のものがあるまで帰りません。くそー、目的のものはなかったか、ここに。けおけおけお。え、本当にない？ん？あ、いやいや、本当にないの？い
や、ちょっとごめん、本当にないとは思わなくって、これ、一回生やしておく。うわっ、けほけほけほ、やべ、なんか道順があるっぽいぞ。これ生やしときます。絵が描いてある。このキラキラする石見て、渋谷でマジ流行ってんだぜ。うわ、マジ渋谷行ったことない。この光を使うと草木が生えるようですね。よっ、ちょっと待ってね、これ入れると道順が明かされるのでは。おっ、そうっぽいな。うわっ、こりゃちょっと、うわー、やば、もう覚えてない。あー、ごめんねしまった、これ覚えないとまずいぞ。もう一回見せて、これもう一回見せてもらえ。あ、だからそのオレンジの液体が結構置いてあるんだ。いや、ちょっと待って、これ大事だよ。ここ一回グネグネグネ、あれこれ何回かやることになるな。やれやれ、次が4マスだな。わかりました。で、ここ3マス。で、ここも3マス。で、ここ2マスでしょ？そしたらしばらくはこっちに行ってても OK だよ。ん？これは何だい？向こうに行けそうだ。おっと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 、どうなった？あー、なるほど。重りになってるのか。そこなんか一個乗ってる？あれ？これなんだ？これもう一回道を見せてくれる感じ？はい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 。もう一回見たいけどな。けど、感覚で行っちゃおう。あー、惜しいあ、ちょっと待って、死んじゃう死んじゃう。これピンチ、今すごくピンチ。感覚でいっちゃおうとかやるんじゃなかった。でももうちょっとですね。ちょっとこれ草食べます、ありがとう。ってなると向こうで見た方が良さそうだな。あれ、こっちは、あ、こっちはこっちでまた石のブロックがあるのか。あの、はかりにそのオレンジ色の石を入れることでなんかいろいろな動きをしてそうですね。と、その前に、これをちょっと、あそこまで伸ばしておこう、ちゃんと。直接見れば、大丈夫か。よっ、はい、OK です。ちょっと不甲斐ないところを見せましたけども。はい、じゃあ、どうしようかな。一番行きやすそうなのはここなんですけれども、ちょっとこの謎解きをね、していくというところで、一旦終わっておきますかね。これちょっと乗せてみよう、一回。そしたらあれが動く。お、これも動く。うん、これも動く。あれ、これいけるんじゃないか、こっち。ほら。よっ。お、いけそうですね。こんな感じできっと進んでいくんでしょうね。はい、ということで、アポリア、ビヨンド・ザ・バリー、今回はこの不思議な地下空間に入ったところで一旦終わっておきたいと思います。動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。